今週も始まりました、そこ曲がったら桜坂、司会のサムと須田です。お願いします。さあ、そしてこちらが桜ちゃんだ。せーの、いぬきます。あー、マトノ。あ、マトノさんがね、マトノ好きのカメラマンさんでした。まだマトノと、まだ撮ってる。これは井上ちょっと気分悪いですね。怒ってる。そうだよね、怒ってる。気づきましたね、皆さん。いろいろ気づきましたね。まずはその沼ソングでね、はい、沼ソングで始まってとか、だからこれなんかテレビ見てる人はそのなんか間違い探しじゃないですけど気づきましたかね。確かに。なんか他に気づいた点あります？すごい、ね、皆さんが改善したいって言うんで、ちゃんと番組スタッフがね、はい、いいのあれで前回やりましたね。その結果誰だか分からなくなりました。これ満足ですか？これでめちゃくちゃ嬉しいです。本当にいいのこれで。お前が望んだのはこれ。これでいいの？やばい。だってもうすごい、もう見えないぐらい発光してるじゃないですか。見えないのよ。周りの子たちの差を考えてるな。綺麗ね。すごい。でもより綺麗になったよレナ。ありがとうございます。嬉しいです。他にも森田と谷口には特製の踏み台を設置。そして全員の椅子にふかふかクッションを完備。さらに大沼がリアクションしやすいように椅子に滑り止めをご用意。あ、動かない。そしてもう一つ変わってますね。はい、変わってますね。正解、我々の椅子が変わりました。下がらなくなりました。下がらなくなって、下がらない。職場環境がもう劇的に改善されました。ありがとうございます。